6月11日土曜日、時刻は21時を回りました。千住でつなぐ東北ふるさとプロジェクト、秋田こっちゃけ TV の沙織と直子です。この番組は株式会社キャンインターネット放送局、CA 部7階ブースからお送りしております。はい、この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。千住 @cwave.jp 合ってる、はい、合ってるね、うん、合ってると思う、合ってる合ってる合ってる、うん、お待ちしておりますので皆さんメッセージお願いします。お待ちしてます。はい、いつもは生放送なんですけれども、そうなんです、実はちょっとね、はい、今日はちょっと二人とも都合が合わなくて、はい、収録ということで、はい、初収録、本当は今日5月28日、ね、土曜日、そうですね、うん、本当は時間はねちょっとお昼でございますまあお昼からねちょっとまあやるのは初めてですけど、はい、まあこういう形で今日は行っていきたいと思います。はい、頑張りましょう。はい、はい、では前回、はい、ゲストで来ていただいた津田さんですね、はい、東京で秋田の人と1000人会うまで帰りません企画、はい、おお、ね、行ってまいりました、はいはい、無事1000人達成して、達成おめでとう、はい、おめでとうございます。5月の13日金曜日から3日間で、はい、そうですね、なんと1000人達成されたということで、はい、Facebook に報告されてました。そうですね、私も3日目最後の15日ですね行ってまいりました。結構4時ぐらいですかねに行ったんですけど、皆さんもなんか気合い入ってて、まあ、その後はノーザンハピネッツ の試合後だったんですけど、まあ、ピンクのそのユニフォーム着た人たちはみんなこっちゃけこっちゃけって言ってそうみんな呼ばれてましたね。みんなバスケの試合の応援に行った後になるのかな。はい、なので私は結構終盤で824人目ということで、うんうん、はい、ちゃんと書いて写真も撮ってきました。はい、15日は有明でバスケの朝の試合があったということで、はい、新橋駅ゆりかもめ付近でやられてたみたいですね。はい、そうですね、須田さんももう結構日焼けされてて結構真っ黒になってましたね。天気良かったもんね。すごい天気良かったから、うんうん、なのでまあ頑張ってくださいって言った本当数時間後にもう1000人達成ということで、うん、まあ、ちょっとそれに貢献してきてちょっと嬉しいなと思ってます。はい、秋田でもこのチャレンジするフードということで、そうですね、はい、またこれからもいろいろな企画やられるんじゃないかなと思ってるので、ね、うちらもね、はい、負けてらんないですねはい、まあ、これからもよろしくお願いします、はい、楽しみにしています。はい、そうですね、まあ、いろんな企画ということで、まあ、私たちの企画、はい、おつまみの紹介から参りましょうか。はい、はい、今回はですね、普段は私がおつまみの担当をさせていただいてるんですけど、まあ、沙織がぜひにと私がもうおつまみ作りたいということだったので今日は自しての、はいはい、お願いしちゃいます。今日は何ですか。はい、こちら、秋田のお菓子バター餅のチョコレート風味を作ってみました。あ、私これ初体験なんですよ、はい、完全に私のオリジナルです。あ、美味しそう、食べていい？はい、もちろんです。じゃあちょっといただきます、はい、バター餅、私いつだっけ12月頃に1回この、はい、いただきます。キャンのイベントで1回バター餅を出したことがあって、そこでちょっと割と好評だったので今回も挑戦してみようかなと思ったんですけど、はい、いかがでしょうか。弾力ありますねやっぱりそう、前回12月に作った時は、うん、うまく固まらなかったんですよね、うん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 、で固まらないけども、その固まらなくてこううまく形が切れなかったから、商品としてこれ出せるのかっていう状態になったんだけども、はい、まあ、そこに来たお客さんの優しい方が、はい、まあ、これ味はいいからってことでスプーンで食べて優しいくれたんですね、まあ、はい、でも今回は本当形にちゃんとなっていて、でチョコレート、うん、カカオの風味もちゃんとしてて美味しいですよ美味しいですよ
なんかすごいね。味しますか？味しますよ。よかったです。ちょっとあの試食出来たての試食した時は全く味がしなくて、はい、なんか無味無臭って言ってたんですけど、でもまあそういうね失敗もまあ、素人ならではのね、やっぱ楽しみ方で、ちょっと今日観覧に来てる方がいるのでちょっとお裾分けしてきます。はい、そうですね。いつもお店とかで売っているのはバター餅、黄色いものなんですけれども、卵の色で黄色いをつけて、はい、あの黄色は卵なんですね。はい、だそうなんですよ。どうでしょう、どうですか。美味しい。あ、よかった。よかった、ありがとうございます。中にも結構砂糖だの、うん、バターだのふんだんに入れてるんで、うんうん、はいはい、割とカロリー高めだと思うんですよね。そう、そうかもしれない、うん、ちなみにバター餅ってどういう時にこうなんかこう食べてたとかそういうのってあるんですか？私もね、なんかテレビでこう取り上げられるようになってから、うんうん、そうね、うんうん、食べ始めたんですけども、はい、うんうん、なんかこの餅をバターにこうねじ込むことによって、うん、固まりにくくなるそうで、うん、なんかすごい柔らかかったよね、うん、そうそう、今回ちょっと弾力があったっていうことだったんですけれどもはい、はい、でも、はい、でも、まあ、そうやって固まりにくいということで、はい、寒い地域の漁師さんとかマタギ食ということで、うんうん、はい、なんか食べられていたっていうのをウィキペディアで見たような気がしますね。あ、ウィキなんですね。はい、調べてきました。はい、なのであれですね、まあ、あの保存食という意味もあるだろうし、うんうん、まあ、エネルギー食っていう意味もありそうですね、はい、なんかハワイの方でも同じようなお菓子がこう伝統食というかあるんですね。そういうのであるらしくて、あ、知らなかった。そう、全くつながりはないみたいなんだけども、美味しいのでぜひたくさん、はい、召し上がってください。東京でもアンテナショップとかで、あ、そうですね、売ってると思うので、うんうん、ぜひバター餅食べるときにはあの片栗粉でむせないように、そうですね、ある程度こう、うん、こう粉をね払ってもらってやるといいかもしれないですね。でも美味しかったです、はい、あ、よかったです。あの、またまたちょっとあの改良して、そうですね、リベンジしたいと思います。第2弾3弾の、はい、味を変えてフレーバーも変えてちょっとお待ちしてますので、はい、よろしくお願いします。チョコの他にももう一個作ってて、はい、何味、紅茶味ってのを作ってみたんですよ。え、美味しそう。今回、前回やった時に、うん、いや大失敗でした。まあまあ、紅茶は何、ま、風味が飛んじゃった的な。あ、なんかあの、うん、どうやって味付けたらいいのかよく分かんなかったから、そうか、普通にあの、うん、ティーパックを切って、うん、あの入れて紅茶の葉っぱ入れて、うんうん、作ったら、うん、もうすごいジョリジョリって。あ、そうか、あのイメージとしては紅茶クッキー的なイメージでいこうかなと思ったんだよね、きっとね。そう、うんうん、なんかちょっとダメでしたね。また新しい味にも挑戦してみたいと思います。ちょっと2人でまたやってみましょうかね。はい、OK です。どうしよう、じゃあお酒参りますか。行きましょうか。はい、ちょっと今届いたばっかりなんですよね。はい、今届きました。こちらはですね、新月、ちょっとごめんなさい、まだちょっと、小玉醸造株式会社さん、これは片上市のあれですね、お酒ですね。ちょっとCM 開けてからちょっと飲んでみましょうか。そうです ね、はい、なんかちょっとおしゃれ、ね、気になる、白髪隠し酒って書いてますよ。本当だ。何、隠し酒、すごい、ちょっと楽しみだね。はい、ちょっと CM 中に準備しましょうか、はい、これね。そうですね、ちょっと とりあえず飾るだけ飾っておきましょう。はい、そうですね、まあ今日はこういうおつまみと、はい、まあ、お酒で参りたいと思っております。はい、それでは、はい、早速いきましょうか、はい、今日のメイン企画。そうですね、先月から始まった、はい、はい、前回ちょこっとしかできなかったんですけれどもね、はい、はい、企画を、ここから新企画、はい、人生ゲーム消滅都市秋田を救え、イエーイ、イエーイ。ということでちょっと準備させてもらいます。はい、これはですね、先月、第4回から始まった、サオリ初の新企画でして、秋田の、まあ、物、人、ことを伝えたいということで、人生ゲームにあの、まあ、秋田のネタをですね仕込んで、みんなでちょっとワイワイ楽しみながら、ゲームをしつつ秋田の物、人、こと、を知ってもらおうという新企画でございます。今日は
ね、観覧に来てくださってる方もいますので、あのみんなで楽しみながらやってみたいと思います。そうですね、結構こう前回参加してくださった方がすごいこう楽しかった、またやりたいっていう風に言ってくださって、これちょっとなんかいい方向に行くといいなって思いつつ、あの2人でちょっと企んでおります。はい、そしたら2人でやります。そうですね、まあちょっとあの今回観覧さんがちょっと顔出し NG ということだったので、あのまあちょっと頭の方だけ出させてもらって、はい、回していきたいと思います。ちゃんとセリオンも準備してありますので、ちょっとね画面に映せないのがすごく申し訳ないんですけど、これ鳥海さん？うん、そうですね、これ鳥海さんで、奥羽山脈がありありので、セリオンがあって、でこれアルベまあそういう感じでちょっとあの勝手にあのね、あの名称も取り入れながらやっております。では参りますかね。それとも先に CM 入れましょうかまだ早いですかね行きます。じゃあ CM 挟んじゃいましょうか。はいごめんなさい、今日はねちょっと緩めに参りましょう。はい、それではまず曲からですね。曲はノアで東京タワーです。はい、家族が増えたなら一緒に見せてあげたい、僕らの最初の場所、たくさんの時間を重ねてゆきましょう、からもう少しずつ僕に君のことを教えてよ、君だけを探していたよ、この高い東京タワーの上から、君のそばで行きたい、いつまでも東京タワーの見える場所で、
していったよ。あの高い東京タワーの上から、昼間の景色も夜空の星もいつまでも僕らを見守ってくれてる。君だけを探していったよ。この高い東京タワーの上から、君とずっと永遠に愛し合っていたい。ずっとずっと東京タワーの見える場所で、君だけを探していたよ。この高い東京タワーの上から。こんにちは、白鷺由美です。6月25日土曜日にインターネット放送局 C-WAVE 3周年記念感謝祭イベント、東京生誕祭 in 足立がシアター千住劇場で開催されます。第2部は私たち白鷺由美&東北ロッケンロールショーのライブが行われます。東北ロッケンロールショーは東北さいいこといっぺこい、福島のじっちゃんばっちゃん泣いてるみんなさいいこといっぺこいこいどんとこーいと結成されたバンドでございまして、バンドの仲間や体長3メートルの東北の神様やいろんな踊りや芸能のみんながこうぐわーっと混ざって出来上がったバンドでございますが、それが今回は足立区の東北を思う皆さん仲間方と巡り合いまして、こういう運びとなりました。さあ何が出るか分かりませんよ。みんな仲間がぐわーっとなって盛り上がる一日となること間違いなし。じっちゃんばっちゃんちっちゃい子供もみんな、ご近所さんご親戚もみんなで手を取り合いながら遊びに来てください。では待ってます。はい、それでは後半に参りましょう。はい、はい、曲はノアで東京タワーでした。はい、こちらでは、皆さんからのメッセージもお受けしております。千住アットシエブドット JP、 こちらまでメッセージを皆さんよろしくお願いいたします。はい、それでですね、早速メッセージが来ておりまして、はい、はい、じゃあちょっとサオリお願いします。はい、
ペンネーム、はい、姉さん。はい、こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます、はい。いつも楽しく拝見しています。はい。お二人は中高の同級生ということでしたが、はい、寄り道はどこに行っていましたか？寄り道、そうですね、沙織は中高、うん、そうだね、中学校1年3年と一緒で、高校の1年3年が一緒だったんだね。そうだね、中学の時はあんま一緒に帰ったりってなかった。お互い ね部活やってたけど、うん、どっか寄り道して食べてたりした？私は J-丸、うん、J-丸あーね、J-丸ね、うん、今もう潰れちゃったと思う。あ、まだやってたかな、あの土崎の商店街の方のね、うんうん、J-丸まだあったっけ。あ、潰れちゃったかな、ちょっと待って、ごめんなさいちょっとあの事実確認ちゃんとしますね、うん、そうだね、そこで、うん、あのグーピタって、グーピタ美味しいよね、こんなの、ね、あのグミ、あのお腹が鳴らないようにするグミ中学生の頃すっごいなんか、うん、私もだ、お腹鳴ってて授業中すぐお腹空いちゃうの。なんか同じクラスだったけどさ、やっぱみんなこう結構真面目な子が多くて授業中静かなんだよねそう、すごい恥ずかしくてさ、うん、だから、まあ、学校とかって基本的にあのおやつとかそういうの食べたらいけないんだけども、まあね、あのスカートの中の短パンの中にグーピタ入れて休み時間だったらトイレ行ってさっそんなに食べたの、うん、そうだね。あと高校とかはどこ行ってた？高校はあれだ、直子が電車通学 で、うん、そうで私がチャリ通、チャリ通だったんだよね。で冬は電車だったけど、そうそうそうだな、うん、私はねよく、うん、今もうお店なくなっちゃったんだけど、うん、秋高前茶屋っていう、知ってる？あ、ちょっとわかんないよ。私たちの高校と、うん、あと川を挟んで向こう側に、うん、あの工業高校があって、そうね、秋田工業高校が、ね、ありましたね、うんうん、工業寄りの方に、うん、なんかもう駄菓子屋さんみたいな、あ、なんかそういうお店があって、あ、うん、そう、あそこで買って、そう、なんかちょっとしたラーメンとかジュースとか、ちょっと待って、ちょっとしたラーメンってちょっと重くない？そう、そうかな。でも、いいよね、美味しいよね、美味しいし、安いし、あ、うん、美味しいのいいね。なんかもうおばあちゃん家に行くみたいな、なんかそんな雰囲気の懐かしい感じでね、お店があって、そことかぐらいかな、うんうんうん、なおこは、あ、ちょ、なんだっけ、お好み焼き屋さん、あ、おて、ボテ服、そうそう、ボテ服はね、よく、うんうんうん、あの部活の帰りに駅前で、あそこね、そう、美味しいよね、めちゃくちゃ美味しい。いや、それこそあのちょっとしたおやつにっていうとちょっとかなり重いんだけど、もうがっつり食事だよね。そう、ボテ服はよくね、部活の仲間とも行ったし、そうね、結構好きで行ってましたね。なおことはどこ行ったかな、なんか花丸うどん行ったのは覚えてる。そう、花丸うどん食べて、うん、なんか、どれ食べるみたいなね、うんうん、そんな話をしたけど、そうだね、帰り道っていうよりも学校の中とかで、そうだね、うん、これ食べるお菓子みたいなね、お昼休みとかお昼ご飯一緒に食べたりとかはしてたよ ね、うん、このお菓子ちょっと交換しようとかね、そういう感じだったか ね、でいつも私早弁しちゃうからねお昼には3分の1ぐらいしかなくてそうでもね、うん、3年生になるとね、みんなそんな感じだったよね、うんうん、お昼は寝ると、ね、はい、ね、はい、ペンネーム姉さんありがとうございました、はい、ありがとうございました。今回2通来ててですね、2つ目参りたいと思います。はい、はい、ペンネーム、ちはやふるを見たい元サッカー部さんからおメッセージありがとうございます、うん、見たいのかな見たいのかな、うん、じゃあ読ませていただきます。はい、秋田こっちゃけ TV の皆さん、こんにちは。こんにちは、こんにちは。いつも楽しく、配置をさせてもらってます。番組で取り上げてました秋田ノーザンハピネスの話題を聞いて、早速、うん、試合観戦に行ってきました。お、この間の有明で行った秋田ノーザンハピネスの試合、ブースターの方の迫力がもうものすごくて楽しく応援できました。また秋田、ノーザンハピネスの企画をお願いしたいです。はい、ではでは放送を楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよ、ブースターの方たちがすごかったんですよ、うん、なんかもう、はい、そうなんです、有明のその試合行ってきたということで、はい、そうですね、5月15日その先ほど、千人企画でもちょっとお話ししたんですけど、うん、行ってまいりました、うん、なんかあの
なんか巷ではあのクレイジーピンクってそのサポーターの人たちが言われてるそうで、もうその応援の迫力がすごくて、そのチームカラーがピンク、黒、あとゴールドなんですけど、まあその3つの色のうちの1つ そのピンクがまあ主な色になってて、もうなんか応援が本当にもう地響きになるような感じで、すごいなんか楽しんできました。あの生ハゲも、あの応援に来てて、なんかあのフリースロー打つときにまあサッカーだとなんていうの PK あの蹴るときにこうやっぱり敵のあのサポーターの皆さんがブーイングすると思うんですけど、その時に生ハゲがこう、なんていうんですかね、そのブーイングと一緒にこうなんかちょっとこう入るな入るなってお祈りをしてるのをちょっと見て、なんか効果ありそうですね。そう、効果ありそうと思って、ね、ちなみにその時は入ったのかな、はい、半々ぐらいだったかな。あ、ね、あの相手のチームの、 あの京都だったんですけど、あの京都チームもまああのすごいあの強いチームだったので、まああの半分半分ぐらいでって感じでしたけどあのこっちはもうなんか生ハゲにちょっと癒されて、はい、生ハゲ応援来たら心強いですよね。そうですねあの負けてても勝ちそうな感じですよね。なのでまあね、あのリクエストいただきましたノーザンハピネスの企画もね、ちょっとこれから、そうですね、今はでもシーズンオフに入るっていうことですかね。そうですね、もう新しいシーズンに、切り替えという時期なので、まあ、前回その有明では3位決定戦ということで、まあ、見事3位になったわけですけど、はい、まあ、この調子でそうですね、そのリーグで優勝を狙ってほしいなと思ってます、ね、秋田県バスケが有名ですからね。そうですね、はい、私たちも応援していきたいと思います、はい、ではメッセージの方はこちらで、そうですね、以上で、はい、メッセージありがとうございました。ありがとうございました、はい、では参りますか。行きましょうか。はい、どっち行きます。こっちかな。こっち、うん、はい、では、人生ゲームの、はい、説明をじゃあサリお願いします。はい、あ、もう説明というほどのあれではないんですけど、まあね、うんうん、ルーレットを回して、はい、私たちがこの普通にお店で買った人生ゲームを、はい、秋田県バージョンに作り直してきましたので、はい、これで、まあ、駒を進めて、そうですね、行くことによってこの、まあ、数十年後あの、ね、秋田がなんか消滅しそうな県ナンバーワンと言われておりますがそれを救えと。そうです、はい、救うための、まあ、ゲームですね。そういったいろんなコマを用意しておりますので、はい、じゃあちょっと楽しみながらね、秋田の人ものことを、はい、伝えてまいりましょう、はい、じゃあまずは前金ですね、うん、3つ用意したけど、はい、好きなのを選んでください。え、いいんですか。うん、真ん中かな。はい、よし、じゃあ私はこれ、はい、じゃあちょっと待ってね。じゃあ所持金は、あじゃん、はい、4万円の借金。借金約束手形や。3000ドル、3000ドル、はい、でスタートしたいと思います。はい、じゃあ金額の少なかった直子からで。そうですね、じゃあ参りますかね。じゃん、何が出るかなこれ止まるのちょっと時間かかるからね。はい、じゃあ出ました5。私は何色にする、何しようかな。じゃあ私オレンジでいきますかね。ほい、はい、1,2,3,4,5、 はい、乳頭温泉に泊まる、1万ドル払ういきなりちょっと出費、出費ですね。贅沢しちゃいましたね、はい、ちょっと贅沢、やっぱりね、乳頭温泉、秘境というか、うんうん、ちょっと山奥なので有名ですよね、はい、まあ、肌はね、ツルツルなるんですけど、ちょっとこう、出費がね、旅費がかかるということで1万ドル払うということです。じゃあそしたら2万円借金して、はい、そこから1万円、そうですね、1万ドル出させてもらいましたので、はい、じゃあこういうことで参りますか。います、はい、じゃあ次沙織ですね。はい、はい、じゃん、これ止める、ね、止めるかかっちゃうからね。はい、じゃあ8 はい、じゃあ何色にする。1,2,3、 あ、じゃあ私緑、うん、はい、1,2,3,4,5,6,7,8、 はい、あれこれなんか前回も見た気がするな。はい、これは何だろう。ババヘラのおばちゃんになる、はい、はい、ここ職業決めるコーナーですね。そうですね、じゃあ沙織は、はい、アイスを売って生計を立てていきたいと思います、はい、気に入れば職業カードを取り5マス進む、はい、
じゃあ5マス、はいはい、職業カード、うん、じゃあちょっと職業カード準備しておきます ね。で今日ちょっと観覧に来てる方もいるのでまあちょっと特別参加ということでルーレットよかったらあの頭の方だけちょっと移ります。はい、もしよかったら回してください。回して止めてください。はい、くるっ、うん、そこピッ意味あんのかなこれは。いや10、私8だから9、10。はい、アスリートになれる。アスリートだってどうします？どうする？サッカーもあるし、うん、バスケもあるけど、何がいい？あと今、ね、ラグビー、バレーとかもね。そうだね。そうそうそう。うんうん、どうするどうする？何になる？フィギュアスケート。あ、じゃあ寒いからね。じゃあフィギュアスケーターになりましょう。はい、ということで、じゃあ給料1万5000ドル。おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ最初の所持金なかったけど、そう、まあプラスということで、まあとりあえず、はい、はい、じゃあまた呼びますのでちょっと待機お願いします。そっか、私はいいね、2000ドルだ。はい、では一周回って次私ですね。はい、じゃーん、ピタ6、1、2、3、4、5、6。お、山菜がたくさん採れた。よっしゃ、やったね。品川のアンテナショップ秋田美菜館で、え、販売？あ、お、1万ドルもらう？やった、おめでとうございます。ありがとうございます。ね、山菜タラの芽だのね。そうだね、え、山菜好きだよね。うんうん、小ごみだっけ、何好きだっけ。牛時計、牛時計。また渋いところをでもね、美味しいよね。まもう5月下旬、ね、ちょっと時期過ぎてるかな、うん、になっちゃったけど、うん、ちょうど先月あたりがね、うん、そうね、うんうん、でも美味しいよね。やった、山菜でちょっと稼ぎました。やったね。はい、じゃあ次参りましょう。はい、はい、ピタ10、お、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、あらあら、東京で飲み会、はい、早く着いたので練習してたら怒られた。あら、5000ドル払う。はい、前回もね、これ練習の説明はねさせてもらったんですけど、まあ、秋田の人は飲み会始まる前に、まあ、練習ということで早く着いた人から飲み始めるっていう文化ですからね。文化ですね。別に悪いことじゃないと思うんですけど、気を使わせないっていうね、うんうん、心遣いだよね、秋田県人のね。はい、そういうことです。はい、これ私所持金ゼロになっちゃいましたね。ゼロになってましたね。はい、じゃあ次はゲストさん、もしよかったら回してください。ごめんなさいね。はい、はい、せーの、くるっと、はい、ポン、1。どこだ、え、どうだ、これか、これか、ガコちゃんも山菜がたくさん取れた。はい、じゃあ品川のアンテナショップで美菜館に行って、はい、お給料もらいました。ございます。なんかすごいプラスばっかり。いいな、レモシー。じゃあどんどん行きましょう。じゃあどんどん行きましょう。はい、じゃーん、ピタ、あら、また6。どっちだ、なんかオレンジ、オレンジ、オレンジか、1、2、3、4、5、6。はい、チャレンジで、うん、みんなでスポーツをして秋田を盛り上げようということで1万ドル払う。払う。払うになってる。参加費かな。いやいやいや、これチャレンジで、そう、チャレンジでって言いまして、まああの、あ、じゃあ、ね、ま、ちょ、どうぞどうぞ。なんか世界でもやられてるそうなんですけど、うん、まあ日本だとその市町村対市町村ということで、うん、なんかなんていうのかな、スポーツを推進しようっていう取り組みだそうで、うん、なんて言えばいいのかな、その体を動かす、動かして、まあ、健康を目指そうっていうような取り組みだそうで、うん、今回ね、5月の25日に、うんうん、やったそうで、対戦相手は山口県、山口市と対戦相手がいるわけですね。いるんですよ、いるんですよ。何で競うんですか。ですね、そのまあスポーツでこう企画した、例えばウォーキングだったりとか、それこそサッカー、ブラブブレッツの、うんうんうん、人たちとかはサッごめんなさい噛んじゃった。サッカー教室とかして、そういうなんていうのかな、参加者のなんだろう、人数みたいなので、そう、参加者人数で競うっていうことなんですけど、うんうん、まあちょっと残念ながら秋田県秋田市ちょっと負けてしまったんですけれども、うん、あら、69,237人の方に今回参加したってことだったんですけど、もっといけたんじゃないのかな。まあ、ごめんなさい、山口県が、どのくらい参加してたかちょっと出たがないんですけど、うんうんうん、まあそういうこうね、少子高齢化ですけれども、うん、まあそういうことで秋田も盛り上げていこうっていう取り組みだそうです。
いや面白いですね。面白いですね。こういうのね、他の地域と戦うみたいな、ね、相乗効果でね良くなっていくといいよね。今もちょっとやってるか分かんない、分かんないんだけど、うん、土崎対荒谷の綱引き大会って知ってますか？知ってます。皆さん知ってますかね。まあ、私たちね土崎、うん、出身なので、秋田市の中の土崎っていうところの出身なんですけど、はい、その川を挟んで、うんうん、反対側なのかな。そうね、反対、うんうん、まあ大体反対、うんうん、荒谷というエリアが地域があって、ね、はい、まあ、そこは昔から仲が悪かったっていうことらしいんで。そうなんだよね。でね、なんか その伝統を復活させるのかなんなのか分かんないんですけどもうん、うん、土崎対荒谷で綱引きをね、綱引き大会をして、うん、勝った人、負けた方が勝った地域の地域清掃をするっていう、うん、あ、そうだったんだっけ。そっか、そう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 、あ、そっかそっか。今もやってるんですかね。今もやってるんですかね。何年か前やってたみたいで、うんうん、面白いなと思って。え、ちょっとこれはねちょっとねあの、ま、負けられないよねこれは ね、 ね、うんうん、ちょっとそのスポーツで来年もね、どこの県と対戦になるか分からないですけれども、ね、ね、ちょっとまあ、注目していきたいイベントですね、うん、はい、では参りましょう。次、次誰だ。私やったから、そう、沙織。ほい、じゃん、ぴゃ、4 1 2 3 4。お、はい、北前船、はい、日本遺産登録を応援する5000ドル払う。払ってばっかり。でも応援したいからですね、はい、そうですね、もちろん、うんうん、もちろん貢献しないとね。北前船参りましたか。そう、いいですね。北前船っていうのが、はい、あれですね、このコマは、秋田市は北前船の寄港地になってます、うん、そうですね、私たちの地元土崎ですね。土崎港港ですね、はい、そう、そこが、ま、江戸時代なのかな、うん、の日本海とか北海道のこう海運になっていた寄港地だったんですけれども、そ、ね、まあ、その港に残る文化について、全国の他の自治体と共同で、はい、まあ、文化遺産ですね、うんうん、日本遺産としての登録を目指していきましょうという動きが5月からあったようで、うん、はい、はい、まあ、それを、ね、地元民の私たちを応援するということで、15,000ドル払いましょう。払いましょうね。5,000ドル払う。はい、ですね。借金になりました。借金になりました。大丈夫。私も今借金まみれです。はい。じゃあゲストさんですね。はい。はい。参りますか。何が出るかな。はい。じゃあくるっ、ポン。三。三。ここだから。はい。1、2、3。あら。お。東京で飲み会、早く着いたので練習していたら怒られた。はい、はい、じゃあ銀行もらいます。はい、いくらでしたっけ。5,000ドルですね。はい、まあ、まあ、これはしょうがないですね。しょうがないね、これはね、うんうんうん、しょうがない。5,000払えば許してもらえるんだから。そう、大丈夫大丈夫、うん、はい、じゃあ次は何個かな。はい、じゃあくるポン。3 1、2、3。どうしよう、こっちかな、こっちかな。ちょっと待ってね。はい、超人ネイガーになる職業ですね。あのネイガーネイガーにちょっとなりたいと思っております。ご当地ヒーローの。そうですね、キリタンポの形をしたキリタンソードを持って、悪いものをバタバタと倒しておくというヒーローですね。ご当地ヒーローの中でも結構先駆けになっている。そうなんですよ、うん、誇らしいですね。なんかさっきねツイッター見てね。そうそう、超人ネイガーさんなんかツイッターやっているみたいで。そうなんで、皆さんぜひフォローしてもらって、結構シュールな写真とか。さっき見たのなんか、田植えしてたってね。そう、トラクターとかに乗ってたりとか、なんていうのかな、地域貢献もされてる、ね、ご当地ヒーローなので、まあ、その仲間入りということで、はい、うん、ちょっとね庶民感覚のあるヒーローみたいな。う、ね、うん、うん、私も後でツイッター見てみます、まあね、ちょっとまたチェックしないと。はい、じゃあ沙織、はい、くるっぽん。10。はい、10 1 2。待って、ここストップ。結婚。おお、やった。で、最初に泊まった人、鹿角市の特別資金返済制度が利用できます。すごい、なんかすごい、なになにその制度って、初めて聞いた。鹿角市の、うん、ちょっと待ってください、調べてきてますよ、はい、
ですね、まあ、秋田県はやっぱりまあ少子高齢化ということなんですけど、やっぱりまあまあ、移住というとちょっとあれですけど、まあ、都会からね越してきた人に向けてですとか、やっぱりその少子高齢化対策ということでいろんな取り組みをねしてもらってますね、はい、それはざっくりと言いますと、まあ、結婚資金を、はい、まあ、支援してくれるという制度でして、うん、あ、そうなの、はい、うんうん、それでその資金の返済期間中に子供ができたら、うんうん、まあ、その分またプラスで支援が、はい、あるっていう、やった、ありがたいですね、そういう、うん、支援はね、いいな、はい、ね、各市町村でそういった取り組みもきっとやってるでしょうから、うん、ちょっと番組の方でもいろいろ調べて、うんうん、参りたいと、ちょっと人生ゲームに付け加えていきましょうね、はい、じゃあ、あ、待って、これなんかみんなからお祝いもらうってよ、え、嘘、ルーレット、え、あ、1 1は出た数によってみんなからお祝いをもらう、はい、5000ドル、じゃあゲストさんも5000ドルをご祝儀いただけますか、ご祝儀ですねじゃあ、はい、じゃあお次ね、はい、ありがとうございます、ご祝儀のお次ご祝儀のお次ちょっと待ってねご祝儀のお次ご祝儀のお次ちょっとまあ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 、そういうこともありますよね、はい、はい、じゃあ続いてまいります、うん、くるっぽん1、はい、先ほどの同じコマですね、北前船日本遺産登録を応援する、はい、5000ドル払う、はい、じゃあ5000ドルお願いします、はい、文化遺産、まあ、無事ね、登録されるといいですね、はい、じゃあ次続いてまいります、はい、サオリ、私か、はい、くるっぽん9 1 2 3 4 5 6、7、8、9、あ、やった、給料日だ、羨ましい、ババヘラのおばちゃんは、うん、ルーレット回し、うん、出た数かける2000ドル、嘘、クレポン 8! すごい、え、ってことは1万6000ドル、やった、あ、これちょっと借金返せるわ、え、本当にやった、うん、いいないいね、ババヘラのおばちゃんすごいね、うん、これからシーズンですから ね、 そうね、きっとね、夏運動会だったりドライブだったり、そうだね、結構ね、こっちに来てから聞くのはババヘラのおばちゃんたちってどこからやってきて どこに帰るんですかって言われたんだけど、うーん、すいません、ちょっと勉強不足でまだちょっと調べきれてないので調べておきます、ね、どこからともなくやってきて、運動会だったり文化祭だったり、うん、道端だったりね、道端だったり ね、 ね、どうやって来るんだろう ね、 ねちょっと誰か詳しい方がいたら教えてくださいはい、じゃあ次ゲストさん、何か、これでまだ、うん、まだ半分もいってないですね、ま、私がすごい進んでる、そう、今、中継ですと沙織が1位かな、うん、1位が5の目が出ました、はい、ストーカーを撃退、はい、6000ドルもらう撃退強いねごめんね、これ特に何もね、秋田と関係ないんだ、まあ、ちょっと普段の人生ゲームでしたすいませんじゃあ次もありますか、はい、くるっぽん6、オレンジ1 2 3 4 5 6、はい、何ですか、東京で飲み会、早く着いたので練習していたら怒られた、5000ドル払う、じゃあすいません、もう借金が私4万ドルあるので借金します、じゃあ、はい、約束手形に、まあ、しょうがないよね、しょうがない、これはでもしょうがない、飲みたいもんね、飲みたい、うんうん、でも借金はなるべくしない、そうね、あ、気をつけますはい、じゃあくるっぽん、あ、5、1 2 3 4 5、はい、あ、なんか字逆さまなってる、はい、どのマスですかね、ファーストクラスで海外出張、おお、4万ドル払う、秋田ソウル便は、うん、昨年12月から運休中、はい、再開応援として、うん、さらに5万ドル払うえ、ちょっと待って、え、ちょ、え、9万ドル払う、そうだね9万ドル、じゃあせっかくねプラスにはなっちゃったんだけど、まあ、でもね、そうだよね、ソウル便、ね、今運休中だから近いんだけどね、秋田と韓国ね、うん、まあ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 、しょうがないよねちょっとね、これは復旧のためにまあ払いましょうね、もう私も知らん、なんか天気予報とかでもね、なんかソウル便がつながってからソウルの天気出るようになってたなと思ったんだけど、そう、端っこの方にこうね、韓国、うんうん、ソウルみたいなね感じで天気予報出てたから身近だったんだけど ね、いつの間にか運休になってしまってたようで、うん、でも私も応援しますね、ちょっと寂しいですけど、そうですね、まあ応援してまいりましょう、はい、じゃあ4万ドル借金し
しましたね。8万ドル借金して1万ドル払えばいいか。はい、ピピー、はい、お時間となりました。はい、じゃあで 今の時点で、はい、じゃあ沙織は今いくら。私計算してね、計算してね、ちなみに私はですね、約束手形、マイナスですね、マイナス8万ドル、うん、はいですね。沙織は、あれでもなんか持ってんじゃん。なんてこれ、ちょ待って、じゃあいくらなんだろう。1万5000円。私が6万9000ドルの借金です。はい、じゃあゲストさんは私マイナス6万5千ドルってことは、ゲストさんおめでとうございます。何個が借金なんぼって、マイナスね、ごめん、6万5千ドル。あ、じゃあ私がビリってことか。そう、あそうか、さっきのソウル便でかかったんだよ。そうどんまい。まあ、しょうがないね。まあね、引き続きこのマスもね、ちょっと楽しくしていく予定なので、また来月もお楽しみにということで、はい、はい、以上新企画でした。はい、はい、では、まあ、じゃあちょっと告知の方に、はい、参りますかね。6月25日、はいはい、こちらシーウェブのですね、はい、まあ、生誕祭、まあ、文化祭のようなということで、はい、ものが、このシーウェーブという放送局の、はい、まあ、開局3周年記念イベントですね。はい、はい、こちらのイベントがあります。少々お待ちください。はい、6月25日ですね、土曜日11時から、20時、夜の8時までですね。会場がどちらになってますかね。はい、会場が、北千住にあります千住シアターですね。丸井の上ですね。うん、劇場も、まあ、あるのかな。はい、これで会場が2箇所に分かれてまして、はい、第一会場の第1部ではシーウェーブの CM グランプリということで、はいはい、1分間かもしくは30秒の動画を募集しております。はい、あれ先月だと沙織なんか、うん、今うんうんうん、30秒だっけの方に、あれあのね、構想はある、構想はある構想はあるもう上位を狙おうと思ってるけど、うん、ちょっとなかなか腰が上がらなくてねでもこちら締め切り6月11日までということで、はい、もう放送される時にはもう締め切りになっちゃってるね。そうだね、うん、まあでも締め切りが終わっても投票は受付しているのかな。そうですね、うん、はい、なので皆さん、もちろんね CM の応募もしてもらいたいんですが、そちらの投票の方もお願いしたいと思っております。はい、でそちらですね、はい、http://cwave.jp/koe/ というサイトで、はい、今そうですね、もう5月6月11日までは動画の募集をしていまして、はい、それから投票かな、はい、並行して投票も受付しております。はい、皆さんぜひご覧ください。はい、で第2部ということで、はい、シーウェーブとマズロワヌ民の叫び、はい、ということで、ロッケンロールショー、かっこいいよねこの人。はい、この方はこちらの舞台がですね、この方、はい、白崎恵美さん、はい、という女性の方です、はいはい、なんか昔よく CM とかに出られてた、うんうん、ということなんですけれども、そうですね、はい、この方が中心となって、まあ、東北のお祭りだったりを、はいはい、メインとした舞台をやっているそうです。はい、まあ、この日はね、私も会場にて、ね、物販でしたり、うんうん、行いますので、皆さん、はい、ぜひ私たちにも会いに来てくれると嬉しいなと、はい、ね、東北の物産ね、お土産買えますので、はい、ぜひぜひね、はい、そして今ちょっと紹介ができなかったお酒なんですけれども、そうですね、はいはい、はいはい、じゃあ軽めにどうぞ。はい、こちらがですね、太平山というブランドをよく出しておりますいらっしゃるところですね。はい、こちら創業が明治12年からということで、はい、こちら醤油味噌をやっていた児玉醸造さんが作ったお酒です。はい、とても飲みやすくて美味しかったです ね、 ね、まあおかわりしましょうね、はい、では次回は7月の9日ですね、第6回ですね、はい、はい、また21時にお会いしましょう。じゃあ皆さんで、はい、せーの、セバマズー